最近ハマってる食べ物はイカスミパスタで心を打てます。どうもチカログのチカイです。よろしくです。お願いします。あんま食べたことない。あね、イカスミパスタってちょっと子供の時毛嫌いする食べ物や、まあ、色味がねグロテスクやん、ね、ちょっと最近あの魅力に取りつかれてる。俺どっか美味しいとこある？サイゼ。めちゃくちゃ短いやった。いや、最近のイカスミパスタ、バリ美味しいですよね。そうなんや。あのね、食べてほしい。ちょっと行くわ、それは。あのイカスミパスタ、マジでおすすめ。サイゼなら行ってもいいよ。毛嫌いせんと、なんでもやっぱ経験が大事ですよね。そうやね。なんでもやっぱ食わず嫌いせんと行くっていうのが、人生大事かなと思ってきてるんで。そうですね。っていう感じで始まったわけでございますけれども、はい、本日のアーティスト、新曲ということで、そうですね。ちょっと楽しみなんですけれども、早速、りょうすけ、発表の方、お願いします。スノーマン、スロー。ということになりますよね。スローはね。そうですね。急に。よう分かった。よう対応できた。今こっち見ながらすぐ分かった今。こいつスローなっとると。そう、あ、やったなって。なるほどなるほど。まあ、てな感じでちょっとふざけてるわけじゃないんですけども、もうはい、チカルグこういう雰囲気でやらせてもらってるんですけれども、はい、この前ダブルのダンスプラクティスバージョンをリアクション配信させていただいて、うん、もうね、すでに100件近いすごいねコメントがもうスノタンの方からとてもいただきまして、なんかそこのコメント欄で思ったのは、より深くメンバーの魅力とか好きなポイントをスノタンの方々が僕たちの動画に書いてくださってて、うん、ね、そう、より僕たちチカログもスノーマンのその一人一人にフォーカスを当てれるようになってきたなっていう気づきの動画になったことがすごく嬉しかったっていうのがちょっと今日伝えたくて、スノタンとのキャッチボールができてる感じがね。そうなんですよ。なんかやっぱみんなで語ろうよって、うん、こう、まあ、実際にこうレスポンスを、ね、語ってるわけじゃないんですけど、うん、やっぱコメント欄って一個僕たちのこう動画の強み、ほんまに、そうではあるので、なんかそういう風にスノタンの方々と一緒にこう盛り上がっていけることが嬉しいので、嬉しい、ね、はい、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、てな感じで今回ね、スノーマンスローということで、はい、名前の通りちょっとこうダブルとはなんか印象の違う対照的な動画になってるんじゃないかなっていうふうに僕は睨んでて、そうやね、あんま攻めてるイメージではないわね。そうやね、まあ、とか言うて攻めてたらやばいことなんですけど、それはそれで楽しいやけど、そうそう、どこがスローやねんって感じになるとは思うんですけど、はい、どうなったとてスノーマン急にいるので、はい、ものすごいアプローチができるわけです。いや、それいつも通りね。はい、どんな楽曲も面白いのから楽しいのから優しいのから感動するのから、うん、もう全てオールマイティなグループなので、そうですね、まあ、今回のスノーマンの新曲スローがどのようになっているのか早速見ていきたいなと思います。はい、いきましょう。よろしくどうぞ。チカログ。まあ、スローで言うと小学校の時に初めて映画でマトリックスの映画が出て、ブワーっていうのを真似して思いっきり後頭部打ったことがあるでして、オープンザ PC あるあるやな、誰もがやるよね、一番真似するよね、あの男の子は誰もが一番やる、できると思っちゃうか、できると思っちゃうところがやっぱりあの小学生やなっていうところですよね。バカだからね、バカだからね、本当にね。さあ早速見ていきましょう。よっ、センキュー、イヤホンでございます。それでは早速見ていきたいなと思います。スノーマンです。スローミュージックビデオバージョンです。ポチッとな。まずやで、うん、ごめんなさい、まずやばない？いや、これやばいな。ちょっとレイバンのさ、サングラスのモデルしてそうな雰囲気、うんうん、もうクロムハーツでもいいですね。めちゃくちゃかっこいいな。めちゃくちゃかっこいいな。これラウール君ですよね。ラウール君もちろんね。さあ、うわ、うおー、待って、これショッピー、ショッピーセンター、今の加工のちゃうやんな。え？ピタッっていうの。今の綺麗でこう見せたってことやろ。え、待って、これさ、最初もさ、これショッピちゃうやんな。これラウル君やんな。これはラウル君。間違えてないですよね、皆さん、その他の方々。待って、ターン、ターンの、まず。音綺麗に。そう。指までね、このさ、そう、このな、このな、でも、あの、カメゴになっちゃうんですけど、指先までしなやかな、スローを表した歌詞を取ったような、繊細な動きを手一本で見せきるスノーマンね。ちょっといいですか、さっきの話じゃないけど。マトリックス。マトリックスいる？右側に二人ほどいます。
あれは伏線回収ということでよろしいですか。回収したから一切見てないですよ僕ちなみにスローのミュージックビデオは絶対出てたやん。まず衣装がかっこいいな、うんうん、上カーキーで黒言うたらカーキーと黒、まあ、ちょっとレザーチックなものも交えつつのこれ阿部くん？こう阿部くんちゃうかな、うん、珍しい感じの、ね、でこれ真ん中ショッピーやばない。お前やな。でちょっとこういうウェーブの時からさっくんはやっぱりね、うん、綺麗よ動きにこの胸らへんから通してる感じしますやんね。これやばいわちょっと待ってこれさ、いや熱っ。多分スノーマンの動画史上一番戻ったり行ったり行ったり来たり状態になるかもしれないです、ね、ごめんなさいスノータの方々。これちょっと最初のショッピーのつかみ完璧、うん、うん、うわぁ、首うわぁ、ちょっと ロボットチックやな、うん、うん、わぁすごい一人一人フォーカスあったってことね、うん、めっちゃうわぁ、爽やか阿部亮君、爽やか歌声、やば向井浩二君、ちょっと無双してないここやばない？これな止めんのうまいもんね。めちゃくちゃええとこいやちょっとさ少年やん。ダブルからさ真逆やなやっぱ。そうやな、アプローチが真逆やけど大人っぽい。そうやね、うわいかつ大人のエロさ、わあ。ちょっと待って、ダンスになこうフォーカス当てた時に結構フリー、ここ振りはあるけど、でも後ろ楽しんでんだけど、そうなんか結構フリーでこう手上げるような動きに合わせて、うん、でもみんな移動のさこう方向がそれぞれ違うから結構向きとか合わせてない感じね。こう一つの共通の動きで自由に踊ってる感じがするよね、うん、ここここね、わお、うん、さすがのフォーメーションチェンジです。ちょっと今回バッゴーンっていう感じじゃなくて、俺はどっちかというと上から突き落とされたかのように、おおそやな、じわじわ来るダメージがみたいな、こうなんかダブルの時は突き抜ける爽快感的な感じやけど、スローはおおみたいな息のむ感じがする。そうやな、まさしくそれやわ。ちょっと待って、この今の最後よ、ラウル無双入ってんな。おーうわいかつい。このさ、このメメやばない？やば、このメメ、メメ推しの方からしたら最高な場所で止めてくれたと今うなってると思うんですけど、待ち受けですね。サビのダンス見た時に思うのが、この押し出すパワーと引き込む線のこうバランスが絶妙やなと思ってて、結構内にある感じするね今回。そうやね、内に込めつつ出すとこは出す、うん、でも引き込む方がちょっぴり多いのかな、そうやね、パーセンテージ的には。でラウル君のさ、ちょっと溜めて歌う感じ、うん、だんだんスローになってってる感で歌う感じ、息吐息じゃないけど、あー分かるわ、優しい感じのこうね。でここで爆発したと思ったら次ちょっと引き込む系なんやな、うん、ほらうん、今のメネ好きやな、ほら、うわーいいね今のメメ今のメメいい、下唇メメね、いいいい、この辺この辺のメメ止めたい、ここら辺、うん、下唇噛む感じでいいね。いやいまだ1分しか経ってないですけど、多分長尺動画になるんじゃないですか20分は超えますよ。もうダンプラみたいわ、ダンプラみたいなちょっとダンプラみたいな、なんかこの怪しげで曜日な雰囲気も醸し出せんのが大人な部分出てる、うん、出てる、僕たちほぼ同世代ですから、そうやね、だからこの大人チックなスノーマンのもしかしたら一番かっこいい、そうやな、魅力が詰まってている気がするよな、大人スノーマン ね、このヘイどんどん好きやわ、わかるな、なんか意味あんのかな、なあ
うわ、ふっかさん。こう笑わへんふっかさんってギャップやばいね。うん、うわーい。あー、あのふっかさん、うん、ゼブラ柄似合いすぎこの時のふっかやばい、やばいな、これめっちゃ似合う、スタイルいいな、スタイルいいな。でちょっとどの角度でこれ後ろ歩いてるの、すごいよこれ、振り付け誰なんやろな、想像つかへんな。うん、歌うまー、伊達様、歌うまい、わーお。ちょっとさ、はい、濡れ髪全員やばない？じゃあ今から俺らも濡らす？びちょびちょでやるの？ジェルあるで。びちょびちょでやった方がいいんじゃない？濡れ髪のみんなえぐいわ。あのさっき同世代って言いましたけど、ちょっと同世代でここまでの色気を醸し出されると、まあ力でも負けてられへん。いや負けてられへん。ラウル君人前ちゃうからな。やばいよな。と。すごい素材な、ほんまに。ちょっと伊達さんも今回めっちゃこのセット、この真っ赤な壁にアンプがいっぱい置いてる、マイク持ってる伊達さんも結構ロックな感じでいいっすよね。見てほしいな、この腕筋よ。腕筋な、ここの辺な。めちゃくちゃ筋肉いいよね。で、歌うまいのよ。わかる。うん。ああ。ラップの感じなんかあんま聞いたことないね。こう最近のラウル君ってマイブームサングラスなのかな。ああ、どうなんやろ。ダブルのダンスプラクティスの時も。そうやな。ああ、そうやね。そうやね。こうつけてるから、うん、もしかしたらマイブームなのかもしれん。かもしれん。な。おー。いや、破壊力。ここの破壊力。海外の MV みたいな。そうやな。この辺に、なん、これはあれやな、ヒステリックグラマーブランド、まさしく。いや、もうちょっと上の攻めた感じでもいいな。全然いける。なあ、全然いけるな。いやー、これさ、まあ、パリコレも出たラウル君ですから、うん、もう多分モデル業界の中でも引っ張りだこれ、ね。そうやね。今でもね。いや、こんだけ身長でかくて、こんだけ踊れて歌えて。そうやで。しかもなんか今、モデル業界の中で、ダンサーの方が言われた動きをやってくれやすいかなっていうので、もうさ、そういう言葉がモデル業界の方から来た時点で俺思ったのが、ラウル君ってええやん、せやな、ラウル君抜擢やんじゃん、全てを叶えるね、そうそうそうと思ったね。この引き、この引く要素がやっぱうまいよね、スローマンって。なんかさ、クールな感じなんかなと思ったら、踊ってる時結構笑顔やったりするやん、ね、なんか意味あんのかな。どうなのね、こう引き込んで、かつこの僕らのスローっていう世界観を堪能してね、じゃないけど、なんか引き込むだけじゃない感じ。あ、なるほどね。なんか手のひらで転がされてる感じせん。あー、確かにね。うん、そう、もう俺らも今このリアクション動画を見てくださってるその他の方も、うん、あ、なんかこんな一面もあって、え、じゃあなんかちょっとはにかんでくれて、え、なんかセクシーみたいな、もうどっちでも、もう自由にしてくれみたいな。そうそうそう、もうなんか身を委ねます。まあ、これは素直な気持ちで見るのが一番いいかもしれないな。ああ、そうやな。だからもう、考察とかいらん。考察とかいらん。だからその都度その都度の魅力に感情を揺さぶられたらいいってことです。そういうことやわ。なるほど。まあ、考えすぎるような部分もあるかもしれない。そうかもしれないな。ね。いいね。うん。うん。そうそう、ビーテン。うわー。おう。おう。なんかつかめへんやな。つかめへんよな。どの角度で耐えてた今。これよ。お前全球。すごいぞ、体感。わーお、アベロクいいですよ。おー、これ、へいいよね。褒めるときに。うん。いや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 。世界観が。おー、だったらら、ドゥンデドゥドゥで、ここ。なんかショッピーちょっとめちゃくちゃ美味しいとこ持ってきますね。確かに。センターで締めて。うんうん。わー、飛ばしたね。岩本くんも今の似合うな。いやー、ナイス。おう。かっこいいな。太鼓軸やばいな。
サビの前に。はい、サビの前に。この時の踊ってる時とさ、はい、ギャップが良すぎて、うんうんうん、むちゃくちゃかっこいいからの可愛いのギャップが良すぎて、そうやな、ハマるな。今回特にスノーマン一人一人にすごいフォーカス当たって、スノーマン一人一人の魅力をもうなんか全部詰め込んだ感じ。確かに、うん、この世界観に、うんうんうん、なんかこんな一人一人フォーカスを当てていくのってなんかそんななかった気がする。ああ、まあ全体的に動いてることは多いもんね。そう。なんか例えば今回やったら踊った人、その人にフォーカス当たったシーンっていう、うん、もう連続じゃない。そうやね。でサビがあってみたいなこう流れになってるから、余計になんか初めての人がスノーマン見たことない人がこの動画を見て、結構一人一人にあ私この人好きかもとかって魅了されやすいなんか PV やなっていうのは思ったかな。沼る動画やね。そうそうそう、なんかもうスノーマンに沼りたかったらこの動画見てください。いいね、まあ、おすすめ動画や、ね、そうそうそう、あの直近でね、そうやね、あのその動画遡ったらめちゃくちゃありますよ、めちゃくちゃ迷うぐらい、うん、けどこう直近でこの新曲見てみたいなって言いやすいよな。確かに、もうこれだけあれば、うんうん、わあ、かっこいいわ。そうそうそう、めめ、おわ、ちょ、めめめっちゃ気合入ってない、うん、ジャンプからも。ジャンプバカ高いやん、ほんめ。ちょ、ここでさ、一番感情を絞り出してるよな、みんな、うんうん、9人とも。ああ、おい。ナイス。結構体感エグいだろ。体感エグいね。わーこちょ、もう一回最後見ません？サビからね。うん。いや、ラウル君さすがです。あなたのダンスは本当に。うわー最後スーパーラウルタイムやん。何を足の角度。なんかちょっとホーンテッドマンション感だよ。ああ、まあ上の照明は。そう、この辺、うんうん、ゆらゆら揺れてる感じが、うんうん、これほんで今思い出したんですよ。多分この振付師リエハタ東京のレイナちゃん、へえ、やと思う。なんかチラッと見た気がする。まああんまり今までにない振り付けって感じよな。うん、ただリエハタさんチックなニュアンスもやっぱりリエハタ東京のメンバーですから入ってて、それで多分思い出したわ。多分そうやと思います。もし間違ったらごめんなさいなんですけど、あの合ってたらぜひコメントでレイナさんで合ってますって欲しいんですけど、そうやね、教えてほしいですね。とにかく思ったのは、今回ちょっとスノーマンの大人な部分でもなんかこうまだまだ攻めていくぜっていうのも残しつつの、うん、このやっぱり引き込む方もできるっていうのがこう一個グループとしてめちゃくちゃ強いポイントだっていうのはめっちゃ思ったから、ね、このシーンで引き込んで、うん、でもなんかダンスでも引き込んでるけど、人となりで引き込めんのってめっちゃ素晴らしいよな。そうやな、この人間像で、うん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 、なんかこうビジュアルで、それはめっちゃ思ったな。うん、でもここめっちゃ荒ぶってるもんな、めっちゃいい雰囲気で。なんか結構意味深な歌詞っぽいねんな、うん、うわー素晴らしいな、ほんまに拍手。いや今回もお見それいたしました、チカログ。いや、なんかこういう表現力を兼ね備えたこうグループって、今大人数のグループがやっぱ主流な時代において他と被らへん表現力があるなっていうのはつくづく感じましたね。せやね、うん、こんだけ大人数で踊れて歌えて、そうかっこよく、そうなんかそのかっこいいにもいろんな種類があるやん、うん、はい、ただこれを他のグループがやった時にこういう表現を強みとしてるグループってなかなかないと思う、うんうん、なんかどっかでエッジが効きすぎてたりとか、はい、背伸びしてる感があると思うんやけど、うん、やっぱり苦労人たちですから。そうやね、スノーマンってやっぱり積み上げてるものはね、積み上げてる歴史が違いますから、うん、これだけ分見せられるポテンシャルも自力がついてきて、うん、その下積み時代が背骨になってるわけですから。そうやね、だからやっぱり苦労人が羽ばたいた瞬間世界って無限大広がんねんなってめっちゃ思ったな。どんだけでもやれること増える、ね、あ、そうそうそう、しかも何でもやりますっていうところを、うん、貪欲な心も多分ずっとあるやろし、挑戦する心がね、そうやから何にも染まらないっていうから自体がスノーマンみたいな、うん、
そのなんかこういろいろあると思うねんな、大人数でダンスが上手くてみたいなカテゴライズされることいっぱいあると思うんだけど、うん、そんなんやったら歌も上手いし、うん、モデルもいるし、そやね、賢い人もいるしみたいな、でインタメ担当の人もいるしみたいな、いろんな人間がスノーマンの一つのグループになってるから、やっぱりこうダブルからこうスローを見た時にもうちょっと力が揺さぶられましたよ。いやずっとこうされてる、最近ずっと最近スノーマンでそうされてる気するわ。ずっとされてるけど心地いいよね。もうあの何回もそこにあの戻ってしまう。ちょっと落ちそうなんだけど、ちょっとのけって。そうそう、あちょっともういい、もう一回じゃあ休憩ってなったけど、またすぐ戻りたい。すぐもう一回のけて、ね、このスノーマンっていうこの乗り物にね、うん、まあそういうのが多分再生数に現れてる。せやね。だから急にいるってことは急騰に見るわけですから、うん、そう、もうその他の方々も多分心揺さぶられまくってると思うので、もちろんぜひね、一番誰に揺さぶられたかぜひコメント欄でコメントくださいでして、お待ちしてます。てな感じで僕たち YouTube チカログは年内チャンネル登録者数7万人を絶対に達成するべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しいなと思っていただいた方、そしてこのみんなで語るような企画が楽しいなと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもプチプチプチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。スローでした。なんかでもスローってなんか違う意味な気する。なんかそうやって今涼介に言われたら、魅了されて時が止まったかのように見えるとかっていう瞬間なんかな、表してるのかな。こうゆっくり以外にも意味あるんかな。そうやな、なんかスロー、俺もそのスローモーションのシーンもそんなないし、うん、なんかその一人一人フォーカスあってちょっとゆっくりになるぐらい、うんうんうん、別にダンスがするようになるとかもあんまなかったから、ね、何か意味があるんやろな。なんかダブルから見た二重人格じゃないけど、うん、そうやね。今回も鏡の中のあなたは誰みたいな歌詞だと思った。ああ、はいはいはい。ミラールック、ミラーフワマニみたいな、なんかそこはかぶってなんか意味あるんかなっていう勝手な考察が。か自分の中の本違う自分がいるみたいな。あ、そうそうそう。なんかちょっとこうダークな雰囲気よな。なんかスノーマンの中でも今いろんなスノーマンを出してきてんじゃん。そうやな、うん、いろんなスノーマン出してきてるけど、思ったのがあなたたちいつ練習してんの。いやほんまな、ほんま供給やばいよ。ほんますごすぎるよ曲のスピードえぐい。そうやね、なんかさもう堪能しきってちょうど次の日ぐらいに配信またされてるみたいな。そうやね、なんか追えへんわけじゃないよ、うん、ちょうど心地いいなんかこの循環というか、うんうんうん、そうなんか今のこのじゃあダブルのスノーマンを堪能し終わってバスローじゃ出たみたいな。そうやな、そう、いい期間を空けてね。そうなんか追わなあかん感がないのが、うんうん、俺すごい心地よくて。確かにスノーマンってそうやから、それがやっぱり魅了される一つのこう理由の一個でもあるかなと思うな、うん、俺は。ちなみにドームは全部落ちましたんで落ちた方は励まし合いコメントをぜひお願いします。本当にお願いします。とりあえず涼介、あのマトリックスを練習しませんか。頑張ります。1000